どうも、モテヤマ兄弟のせやです。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日は気合が入っております。さて、今日はですね、なぜモテヤマ和裁学院が畳んだのか父さんの会社。そんなテンションで言うことじゃないんですよ。そうね、モテヤマ和裁学院ってね、うん、我々モテヤマ兄弟の祖父母が開業した和裁の学校兼仕立て会社みたいな、と1965年に開業したんですよ。おお、まだ生まれてない。そうやなそりゃそうやろ。続けてで、その後2000年ぐらい、今から20数年前に父が継いだんですよ。その10年から15年後ぐらいに倒産してるんですよ。それがなぜ倒産したのかっていう結構キワキワな暴露話を今日はしていきたいなと思ってるんですよ、はい、九州だったらモテヤマ和裁学院っていうのが一番大きい会社だったんで、和裁の業界としては大きな出来事だったんですね。で、それの畳んだ真相だったりとかいろいろ理由はあるので、その辺を YouTube で喋れたらなと、面白そうやなと思って、はい、まあ、父に喋っていいかって聞いたら、いいよって言っててどんな理由があるって LINE したら、すぐ電話来ていろいろ多くを語ってくれました。これがね、もうめちゃめちゃ面白かったので、今日はがっつりそれを喋っていきたいなと思っております。じゃあ一旦は閉めます。はい、よろしくお願いします。わぁ、闇系、闇系だ、楽しみだね。久々の闇系、しゅんさん大好き。ウキウキじゃあやっていきましょうか。1965年に開業してるんですけど、その当時って着物市場っていうのがめちゃめちゃ大きかったんですよ、うん、今2023年2024年、この辺だったら着物市場っていうのがだいたい2000億円ぐらいの規模なんですよね、うん、その1965年当時っていうのは2兆円ぐらいの規模だったんですよ。だから10倍以上の規模なんで、めちゃめちゃ豊かな市場だったんですよ。そういう背景とかもあり、元山和裁学院っていうのはめちゃめちゃ繁盛してたんですよね。調子良くて展開もしていって、最終的には佐世保っていうところが拠点で、ビルが2つあったんですけど、九州に全部で4校の学校を開校してるんですね。すごい勢いで会社は大きくなっていってて、佐世保にあったビルもめっちゃ広かったのよね。80坪ぐらいが4階建てが1個と、60坪ぐらいが5階建てが1個、まあ、目の前にどんどんってあって、大きいところだったんですよね、うん、それも借りてるんじゃなくて、もうビルごと買ってたんで、うんうん、まあ、会社としてはすごい大きなところで、当時は従業員が80人ぐらいいたみたいです。学校って聞くとさ、学費払って学校に行くっていうのが普通じゃないですか。でも元山和裁学院は従業員として学生を雇ってたんですよ。給料を支払いながら学んでもらうっていう。他の学校、あの和裁学院とかもそういうとこあったんですけど、でもそれは雇うんじゃなくて出来高制だったんですよね。勉強して学んで、例えば帯1本縫ったらじゃあいくらねみたいなものやったんですけど、その元山和裁学院っていうのは縫った分とかじゃなくて、まず固定給がちゃんとあります。ちゃんと生活できる固定給をしっかり渡して学ばせてたっていう、めちゃめちゃいい環境。やばい、ホワイトすぎる。そんな学校をやってたんですね。で、その後父から聞いた話だと、それぐらい人にも投資してたわけですよ。それで従業員を雇って学生としてやらせるってことは、その学生はお金は生まないわけですよ。でも給料を払うわけなんで、成長するまではお金を回収することができない、バンバンお金を投資してたっていうところで、そういう内容とか見ると、やっぱりいくら繁盛しててもそれだけお金使ってれば赤字が続いてたみたいです。業績が良くてもそういうところにたくさんお金作ったんで赤字が続いてて、めちゃめちゃ借金をしてたっていうのがあって、それは多分経営のやり方として良くなかったんでしょうね。で、その後ちょっとずつ着物業界が下火になってきて、売れる枚数とかも減ってきてて、でその中でっていうね、大きな呉服屋さんがあって、メインの取引先だったんですけど、これから手縫いだけじゃなくてミシンも使っていかないといけないっていう話で、元山和裁学院にミシンを買ってくれと、設備をめちゃめちゃ揃えてやってくれと、その分ちゃんと毎月この着数は仕事として振るんでみたいな。で、その話をしてて、それだったらミシン入れてもいいなっていうんでミシン入れたみたいなんですよ。それも規模がすごくて、1台15万円のミシンが30台で、40万のミシンが10台、100万のミシンが2台、500万2台、1000万2台みたいな。1000万とかなる。そう、めちゃめちゃすごいミシンはなるらしい。1台で10メートルぐらいするミシンがあるらしい。そういう機械とかも揃えたんで、そのミシンだけで3000万の分のものを入れて、あの借金しながら、借金ある状態でプラスで借金してそれを買ってみたいな。で、そんなバン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 やってるもんだから、最終的には借金が2億になったみたいなんですよ。それぐらい借金も重ねてってミシンたくさん入れたじゃないですか。それは仕事が来るって思って入れてるから買ったんですけど、多分口約束だったんでしょうね。それぐらいの着数の仕事をくれなかったみたいなんですよ。せっかくミシンをたくさん入れて、その分従業員も雇わないといけないんでね、人を入れて固定費を上がったにもかかわらず売り上げが上がらないっていう。だから毎月毎月どん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 お金が減っていくっていう状態で、それでもまた借金してみたいな、そんなのが膨らんで合計2億になったみたい。どんどん売り上げも下がっていってる状態。それのやばいピーク時ぐらいに父に会社が受け継がれたらしいんです。父はそれまで職人としてプレイヤーとして会社の中でやってて、急にお前社長になるというところで、経営の知識もなく会社を継いで、当時は父もやった社長だみたいな、ウキウキワクワクしてたみたいで、
そりゃやったってなるよね。でも実際蓋開けてみると、まあ、経営状況がやばかったと。それぐらい借金あるのも知らなかった。何も知らない状態で会社を継いだらしくて、やばこれってなって、その後借金をちゃんと返していかないといけないんで、従業員も半分ぐらいに減らして、いろんなコストカットをしまくってめちゃめちゃ頑張ったみたいなんですよ。10年間ぐらい。それで1億ぐらいは返したらしいです。頑張って、すごいよね、頑張ったよね。でもまあどんどん売り上げも下がっていってる状態なんで、着物市場自体が下がっていってるんでね、それで売り上げも全然上がんなくて、もう残り1億どうしても返せないってなって倒産したみたいなんですよね。それが今から10年前ぐらい。もちろんその経営のやり方が良くないっていうのが一つと、着物市場が10分の1に下がってるんで、まあ、そもそも市場がちっちゃくなってしまったっていうのが一つと、あとはいいせいですそのやばい状態でミシンを買えと、それはいいとしても仕事を振らないという、まあ、シンプルに裏切られたっていう話。そう、まあ、だからそれをするならちゃんと契約書交わしとけよっていうのも思ったりとかさ、もうちょっとできたんじゃないかって思うけど、そういうあれじゃなかったのかもしれないしね。そうね、関係性とかが、そうそう、やっぱ下請けっていうので立場が弱かったりとか、いろいろ言えないっていうのもあったんでしょうけど、ね、かわいそうやなって思うよね。それ以来もう嫌いではありますよどうすればよかったんでしょうねとは思うけども、まあ仕方のないことなんで、それ以降父も慎重になったんだろうなって思います。まあ今はね、うちと取引先みたいな感じで着物を仕立ててくれてますけど、新しいことを挑戦する時とかってやっぱ消極的ではあるので、まあでもそれぐらいのねことやっていったらね、しかも自分が失敗して受けたものじゃないし、人がやらかしてしまったのをそのまま受け継いで頑張ってたので、まあそれは消極的にもなるわなって思うよね。だから昔から僕が東京に出る時とかも、結構昔から社長にだけはならない方がいいぞって言われてたもんね。僕も高大君も大変さを知ってるから相当辛かったやろな。家ではさ、そんな素振り全然なかったやん。なかったね。あの時家にいる時、僕らが実家で暮らしてる時相当辛かったんだろうなって今思うと。だって売上が下がってる中で借金が2億あるって結構絶望やばい、ね、やし、それを畳むっていう決断するのも絶望やし、もともと80人いた従業員を40人まで減らすっていうのも絶望やし、一個一個がめちゃめちゃ精神的に辛かっただろうなって思うよね。今では消極的になってるのはあるかもしれないんですけど、僕らがもっとねしっかり成果を上げて、もっと着物って面白いよっていうのを世間的にも広めていけることで、もっと父自体が着物に対してポジティブになれるように頑張っていって、将来的には父の会社とかうち合併みたいなの俺したいと思ってるんでさ、いいね、そういうのもちょっと考えながらやっていきたいなと思いました。なんか今回の話を聞いてめちゃめちゃ刺さりました。うわ、なんか父頑張ったね頑張っとったんやな、子供3人よってそうそう、いや辛かったやろうなって。これから父がもっと職人として輝けるように、次の僕らの店舗とかも父に関係もしてたりするので、うん、やっぱり僕らは妻子に焦点を当てて会社をやっていきたいっていうのがあるので、うん、そこと大きく関係したお店を次の展開にしたいなとか思ってるんで、まだ父にも全然話してはないのでまあそこをどう落とすかしっかり伝えて協力してもらえるように、これからも頑張っていきたいなと思っております。面白い話でしたね。ね、この野郎ファック全部ピー入る。そうですね、はい、ありがとうございます。終わり、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。元山兄弟の三男でございます。なぜ元山和裁学院が倒産したのか、いかがでしたでしょうか。僕自身も詳しく聞いたことなかったので、倒産した裏側にそんなことがあったなんて予想以上で驚きました。それと同時に親父の偉大さが上がり、さらに元山に対して誇りを持ちました。和裁士も和裁学校も少なくなってきているので、僕らの活動で日本の技術をなくさないようにやっていきたいと思っています。見守っていてくれると嬉しいです。ということで本日はこの辺で失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ヘイマック。